そうだよ、始まりました、マテチャンネル。さあ今回はですね、受けてきましたトイックですね、266回トイック選んだ公開テストを受けてきました。4月25日の午前になりますね。で、受けたフォームの感想を言ってくんですけど、同じ問題とは限りませんので、フォームは複数種類がありますので、同じとは限りませんので、そこはご注意ください。まあ今回もですね、大きな会場でしたね。でっかいところで、まあ前回よりは改善されてましたね、並ぶやつが。まあそれでもやっぱちょっと密になっちゃってたなっていうのはありましたね。特に受付が5、6人あるのかな、でそれぞれの列なんですけど、その列によって間を空けて立ってる列ともう詰まってる列があったっていう感じですね。だから最初、あ、列が短いなって思って並んだんだけど、実は密に並んでたから前にすごい人がいたってことに気づいて、ちょっと開けて並んでる列に移動しました。そしたらその列、会場間違えてる人が一人いてパンと消えて、でさらに写真貼ってないので後ろで貼ってきてくださいって言われてパンって消えて、すぐに自分の番が回ってきたっていうですね、なんか珍しいですで席ついて横いなかったですね、珍しい、休みでした。自分の場合はね、結構2人掛けの場合2人掛けになることが多いんですけど、通路挟んでこっち側の隣にいた人が、あ、見覚えのある学生証だと思ったら、前に教えてた大学の学生でしたね。知り合いじゃないですよ、知ってる人じゃないですけど。で今回はすごい運営ちゃんとしてる試験官でしたね。なんかベテランな感じでしたね。テキパキしてたし、ちょっとでも最後試験やめてくださいって言ってもやめなかった人がいたっぽくて、なんか受験票みたいなの取り上げられてましたね。あの人は失格になったのかなってすごい思いましたけど。で、あとすごい面白いなと思ったのは、斜めいくつか前のとこに時計、でかいデジタル時計の人いましたね。普通腕時計じゃないですか。でもこのでっかいやつでデジタルのやつなんですか。あれいいんだと思って、置き時計で注意されてなかったから、へえ、あんなのいいんだと思ってちょっと驚きましたね。試験中はでも見えなかったですね。みんなこうやってやったらもう全然視界に入らなかったですけど、だ結局どれぐらいの時間で解いてってたのか分かんないんですが、試験始まる前までずっと見えてたんで、試験始まる1分前にこう試験官がこうやって他の試験官たちに合図してるのが見えました。あ、これ1分前にやるんだっていうのが分かったんですけど。じゃあ難易度について話していきますね。パート1はまあ普通のレベルなんだけど、やはりトイック特有の表現を知らないと絶対無理って感じかな。う、わかんない、なんだこれみたいになると思いますね。僕ちょっと1個聞き逃しちゃったんですけど、別のこと考えててぼーっとしてたんですけど、まあ多分消去法で大丈夫だと思います。その答えの選択肢だけ聞いてない、でも他の選択肢が違うっていうのはあったんで、やっぱり消去法大事ですね。絶対消去法を使って、パート1と特にパート2ですね、この2つは消去法で解くっていうのを忘れないでください。でやっぱり進行形の受け身が大事ですね。受け身の進行形ってことは、その動作をしてる人が映ってなきゃいけないよっていうのが2問問われてたね、今回ね。非常に大事だなって思いましたね。でパート2ですね、まあ引っ掛けのいわゆる変化球と呼ばれる、この答え合ってんのっていうのは本当やらしいよね。その答えで OK だったら、別にこいつだってさ、状況考えりゃありえなくないでしょうって思いましたね。これもいいんじゃねえのっていうのはありましたが、まあ多分大丈夫だったと思いますね。前半にストレートが多かったですね。前半にもちょっとやっぱ変化球がいくつか入ってるってことが多いんですけど、今回ストレートがだいぶボーンといっぱい来た感じがして、でその後にやっぱり変化球がずら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 っと並んだ感じでした。でもまあ今回は許容範囲内だったかなと思いますね。なんで全部できました。でパート3、パート3は普通かな、多分1個もミスなくできたと思います。発言の意図問題っていうのが難しいことが多いんですが、今回ちょっと発言の意図問題は優しめだったと思いますね。で続いてパート4が難しかったです。その分、あ、こんな難しい場面出てくんだなと思って、なもう周りのねマークする音でもう、はいはい分かってる分かってるみたいなので、難易度って多少分かったりすることもあるんですけど、やっぱりもう手が止まって次のが始まる時にもうシャカシャカシャカっていうマークの音がいっぱい聞こえたんで、あ、やっぱりこのセット難しかったんだなっていうのは分かりました、ね、やっぱ場面が浮かぶかっていうすごく大事ですね。やっぱ単語のレベルが高くて、あ、これ絶対この場面浮かばないなって問題があったって感じです。続いてパート5ですね。悩んじゃいましたね、1問。実はよくよく考えればそんな難しくない問題だったのに、あ、悩んじゃったなっていう、しまったなっていう感じですね。
まあ、そこまで難しい問題はなかったはずなんですけどね。まあ、ちょっといろんな特徴は分かりましたね。ただ過去分詞を引っ掛けに使う問題がいくつも入ってたんで、これパート5もパート6にもあったんですけど、そう、過去分詞がやっぱり形容詞として名詞を修飾するっていう形は押さえとかなきゃいけないんだなっていうのが分かりました。それを動詞だと勘違いしてしまうと間違っちゃうって問題がいくつかあったんで、やっぱこれ重要なポイントだなというふうに思いましたね。ここ問いたいんだなっていうふうに思いました。語彙のレベルがそこまで高い問題は出てなかったですね。まあ、おなじみって感じでした。で、パート6もおなじみかな。パート6もそんなに難しくはなかったと思いますね。うん、できると思います。文装に問題も優しめでした。できた人が多いんじゃないかなと思いますね。どうでしたか？皆さんは。4問目が2個、3問目が1個だったかなっていう感じで、後半の方に文挿入問題が出てくる場合は優しめなんですよ。なんか読み返しが少なくて済むので、なんでその辺も親切だったかなと思います。で、パート7はやっぱり大変だと思いますね。量が多いし、照らし合わせ、そしてで推測、これらが難しいと思う。やっぱ多かったですね。推測問題がかなり多くて、あ、これ結構苦労する人もいるんじゃないかなと思いました。うわー、これ答えの根拠探すのとか、こんなとこ照らし合わせるんだなとか、あともう答えがこれにしかならないよっていうためにわざわざ別の情報を置いてくれてる問題とかありましたね。いろいろ、こんなの言える、そんなわかんないじゃんと思いきや、別のところにこういう風に書いてあるからもうこれしかないってことなんだなってですね。やはり情報散りばめられているものを見つけるっていうのと、推測が相変わらず厄介です。トイックはこういう試験だなっていうのを改めてね、分かりましたね。で、ダブルパッセージやトリプルパッセージの量がちょっと少なめだったなっていう感じ。結構短い文がトリプルに多かったって印象ですね。いつもより読む量が少ないなって感じました。皆さんどうでしたかね。あとはね、やっぱりでも完全に今回はリサイクル問題と同じ問題だって分かったのがあったんで、まあそれでちょっと短くなったかなっていう印象もありますね。ああ、これこういう話だったな、そういえばあったなこの問題とか、ああはいはい、こうやって答え出したの覚えてるわっていうのがあったんで、ちょっとそれで節約できたかなと思いますね。だから時間はどれぐらいかかったか分かんないですけど、もうほぼほぼ全部解き直しできたんで、確認できたんで、それぐらいの時間はありましたね。その結局僕が前に教えた大学の人、多分できる人だったと思うんですけど、すごいギリギリに終わってました。着手パンツってやってすぐ、はい、試験終了ですってなってたんで、おお、すごい、こんなぴったりに終わってたんだって思いましたけど、はい、受けた皆様お疲れ様でした。まあ、メンバーシップのね、レベル2ではトイックの授業を出しておりますので、ぜひそちらも見てください。そして6時からは反省会ラジオですね、はい、毎回やっておりますので、そちらぜひ見ていただければと思います。その後反省会ラジオの後には、まあ、メンバーシップラジオ、反省会ラジオ、反省会ライブか、反省会ライブがありまして、でその後にはメンバーシップのライブを、まあ、月1恒例で行いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、ベーシスの広告。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもう本当400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。